ドリームチェイサーです。今回はこちら、ひらけココタマの宝石箱のココタマショップと、タキシードの神様タキシー&ドレスの神様ドレシー、こちらを紹介していきたいと思います。はい、前回は積み木の神様ツーミーキーと赤ちゃんココタマお世話セットを紹介しました。こちらまだチェックしてない人は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてあげてください。はい、こちら2、この他にも可愛いミートキーもいます。はい、赤ちゃんココタマ、秘密のココタマの時のニコリみたいなポジションの子たちで、とっても可愛いです。はい、では早速こちら見ていきましょう。まずはタキシードの神様タキシー&ドレスの神様ドレッシー、変身運ですね。一緒にいると好きな姿に変身できるかもということで、男の子の方がタキシー、女の子の方がドレッシーになります。はい、タキシーはいたずらっ子でまねっこが得意、ドレッシーはわがままでまねっこが得意。はい、どちらも可愛いですね。ハウスでおしゃべりシリーズの中の一つになっています。どんなおしゃべりが聞けるか楽しみにしていましょう。では早速開封していきます。はい、こんな感じで入っていました。まずはタキシーと隠れ玉から見ていきましょう。タキシーの隠れ玉は青が強い感じの紫色っぽい感じ。はい、コンコンパカッと開けてみるとこんな感じになっていて、タキシー隠れることができます。はい、ちらっと見た時にちょっとこの座った感じの目がポイントかな。はい、タキシーかっこいい感じにも見えますよね。ただお尻のところはちょっと悪魔っぽい感じの尻尾、リボンがついてて横にコウモリの羽みたいな形の羽があります。はい、王子様なのかな、王冠をかぶっています。続いてこちらがドレッシー、まあわがまま姫も可愛いですね。こちらの隠れ玉についているお顔は結構優しそうな顔なんですが、タキシー同様ちょっと座っててふふんって感じの目をしています。はい、ちょっとビビッドな感じのピンクで、こちらも今までにない感じの色合いでとても綺麗。はい、尻尾の部分はタキシーと同じですね。リボンの横にコウモリみたいな尻尾。はい、いたずらっ子ですが可愛いいたずらだと思います。これからどんな風に活躍してくれるか楽しみ。ポケモン見てる人はわかるかもしれないんですが、なんとなく武蔵と小次郎みたいな雰囲気があるなぁと思って私は見ています。可愛いですね。はい、では続いてこちらの宝石箱のココタマショップも開けていきましょう。お買い物小物がたくさん入っています。とっても可愛いですね。宝石箱がショップに大変身ということで、中に入っているのはこんな感じの回転棚とルーレット。そしてレジがついていて買い物カゴがある感じ。ルーレットでお買い物を決めるのかな？はい。リボンちゃん専用のアクセサリーも3種類もついています。ショップ店員用の帽子みたいなのと、あとちょっとピエロが被ってるような帽子かな？と、サングラス。王子様のサングラス。誰が一番似合うかな、楽しみに見ていきましょう。はい、ツーミーキーもいますね。お買い物に来てくれるでしょうか。はい、では開封。はい、1つあたり約2000円ぐらいとお手頃な感じのものでした。箱の中に箱が入っているタイプということは、多分おまとめセットが出てきそうな感じ。はい、もしかしたらトイザラスとかで限定で、これにプラス何かおもちゃがついてっていうセットが出てくるのかもしれないですね。おっと。はい、こちらが宝石箱。
すごいかわいい。これはピタッとこう締めれるようになってるので持ち運びにもいいかも。ちゃんとタイヤのところもしっかり回りますね。しかも滑りがいい感じ。かわいい。すごい。はい、こちらは横に鍵穴がついてるのでカチャッと鍵を開けて使うタイプになるみたいですね。小物もたくさん入っています。はい、中の小物はこんな感じ。ではいろいろ組み立てていきましょう。はい、まずは回転棚を作ります。こちらお星様の形の部品があります。棒が入っていますが並べてみると分かりますね。長い方の棒のこの出っ張っている部分、これをこちらの星の形にピタッとくっつけます。続いてこちらを下にしてこちらの短い棒を持って棚にくっつけます。どちらでも同じっぽいですね。そして上の棚もくっつけます。これはそんなに力が必要じゃないです。はい、こちらをこの宝石箱のショップの中に設置していきます。星の鍵があるので星の鍵で開けましょう。こうかな。はい、くるっと回すとパカッと開きます。この真ん中の台のところに先ほど作ったものをくっつけていきます。はい、こちら先ほど作った回転棚の下の部分をこの真ん中の部分にはめます。はい、お、はまったかな、大丈夫かな。お、あ、なんかもうただ置くだけっぽいですね。な感じ。ちょっとクラクラします。はい、では上からこちらお星様の形と棒を合わせたものを差し込んでこの棚の真ん中のところに差し込んであげます。こちらは固定されますね。下の部分がクラクラしてるのは、回りやすくするためですね。あ、このまま持ち上げることもできますが、ちょっと押してあげて回すと回しやすいかも。お星様の形になってるので、回すときもこう手をセットしやすくて、うまく回りますね。ゆっくりももちろん回せます。はい。これはかわいい。ではその他の小物も見ていきましょう。こちらがルーレット。はい、これでお星様のものが当たりって感じですかね。ハートの当たり、お星様の商品って感じかな。お買い物というよりもくじ引きみたいな感じですね。ルーレットでスペシャルマーク、このマークに当たると2回回すことができるそうです。当たり、おまけでもう1回ぐらいの感じ。こちらレジになります。はい、これもちょっと色付けしてあるとリアルな感じだったんですが、ちょっと白いパーツになっています。こちらをひっくり返してこの部分にセットします。はい、お買い物レジ係、カチャカチャカチャっとレジを打ちます。カゴはこんな感じでちゃんと取っ手が動くカゴになっています。取っ手の部分外れてしまったらはめてあげれば大丈夫みたいなので焦らずパチッとはめてあげましょう。はい、編み編みのカゴっぽい感じですね。下にはお星様のマークがついています。リボンのマークもあってリボン結んでる風でとっても可愛い。はい、そして先ほどの星の鍵。はい、小物アイテム、こちらはぬいぐるみみたいです。可愛いですね。どこに入れようかな。ぬいぐるみはじゃあお星様にしよう。お、寝転がっちゃうかな。あ、大丈夫。はい、そしてこれは花束かな。花束はどこにしようかな。じゃあお月様。牛乳もあります。牛乳だって。
はい、お買い物っぽくなってきました、一気に。牛乳はじゃあこのブルーに置きましょう。これは何かな？カメラ？カメラです。すごい、カメラ。じゃあオレンジだからオレンジに置こう。はい、アイスもあります。アイス。アイスはじゃあハート。はい、こちらマイクもありました。マイク。はい、残すところ空いてるのは2つなんですが、じゃあこちらにサングラスなども後で入れていきましょう。まずファッションショーのようにリボンちゃんにつけてみます。はい、リボンちゃんショップ店員バージョンいきましょう。はい、こんな感じ。リボンがすっかり隠れて、サンバイザーというか帽子というか被っているような感じになります。このお花が効いてますね。とっても可愛いです。はい、続いてはちょっと珍しいピエロさんの帽子。はい、こんな感じ。これも可愛いですね。お祭りとかそんな時な気分の時にはいいのかも。なんか他のキャラクターにもほんとつけてあげたいですね。可愛いパーツです。じゃあこれをお花にしようかな。あ、しっかり入りますね。はい、ラストはこちらの、はい、サングラスかな。あ、ちゃんと横の部分、耳にかけるような部分もついています。そしてこれは似合う。はい、お外でかくれんぼするときに夏にはこれをつけてリボンちゃん連れてってあげたいなっていう感じですね。かわいい。紫の部分に入れていきましょう。はい、ということで、回してみるとこんな感じ。まあ、ちょっとぬいぐるみが倒れやすいかな。はい、ぬいぐるみは寝転がらせてあげてもいいかも。綺麗に収まります。これ以外にも手持ちの小物パーツを入れてあげても可愛いですね。はい、どうせだったら前回のお世話セットの時についてきた小物を入れようかな。はい、ツーミーキーの三色パン。アイスがあるならパンも OK でしょう。そしてサングラスもちょっと外して、お買い物なのでツーミーキーのミルクも入れちゃいましょう。はい、というわけで宝石箱のココタマショップ完成。今日はリボンちゃんに店員さんをやってもらいます。さて、誰がお客さんで来てくれるかな。あらあら、素敵なショップ。何を買おうかしら。いらっしゃいませ。今日は何にしますか。そうね、そしたらこれで決めちゃおう。せーの、紫色のダイヤだわ。紫のダイヤですね。少々お待ちください。紫のダイヤはミルクになります。じゃあ、ツーミーキーに持っていかなきゃ。もう一つぐらいお買い物しようかな。今度は、お月様。どこかな、お月様。あ、これだ。お月様の商品は花束でした。はい、どうぞ。ありがとう。はい、お会計は20キラキラになります。はい、どうぞ。ありがとうございます。いいお買い物ができたわ。ミルクをもらったツーミーキーは大喜び。ドレッシーありがとう。宝石箱のココタマショップ、閉じてみるとこんな感じ。はい、とっても可愛いです。上もくるくる回って滑りもよく、はい、こんな感じでいろいろつなげられそうな感じがしますね。はい、あ、思いつきでやってみたんですけど、こちら
木馬の車にもくっつく。すごい、本当に馬車みたい。これかわいい。すごいいいですね。あ、色合い的にもリンクした感じですごくメルヘンチック。裏側も綺麗にデザインされていてとっても可愛いです。おー、これいいですね。かぼちゃの馬車みたいな感じ。こちら後ろにもつなげるパーツがあるので後ろに木馬をつなげてあげることもできますね。これはいいですね。ここトムキャッスルとつなげて遊ぶときはこんな感じで、はしごの先をこの端の、出っ張りのところにくっつけてあげます。ココタマホテルにこんな感じでつなぐこともできます。はい、つなぎのはしごパーツはそんなにたくさんないのでいろんな種類と組み替えて遊んであげるといいかなという感じですね。はい、ではタキッシーとトレシー2人の音声を聞いていきましょう。おしゃべりを聞いていきます。まずはドレッシー。あ、ウッシーシーって言ってました。あたしセクシードレッシーあたしセクシードレッシーだそうです。かわいい。まだあるかな。だそうです。スイーツ好きなんですね。はい、ということでセリフは3つみたいですね。続いてはタキシー。ハッピースターいただき。ハッピースターいただきだそうです。はい、いたずらっ子。俺様、王様、タキッシーって言ってます。王子様じゃなくて王様なんですね。ウッシー。はい、こちらにもありました。ウッシッシー。ホッピースター、いただき。はい、この口調、結構好きです。かわいいな。はい、トコタマシリーズは、悪っぽくしててもとっても可愛いです。はい、もちろんこちらから、今1って音声が入りましたが、オルゴールとして遊ぶこともできます。はい、今ちょっとリセットかかっちゃったので回していきますけど。こちらトイザラスで買った商品なのでこのようにココタマのオープニングテーマ曲がおまけでスペシャルとして入っています。こちら結構お気に入りとなっています。ではキラキラハッピーシャワーの音声も聞いていきましょう。キラキラハッピーシャワー。まずはどうしようかな。じゃあタキシーからにしよう。今度はHey!
待て、ハッピースターなんですね。追っかけてますね。わははが掛け声なのも独特ですごくいいんじゃないかなと思います。さて、じゃあドレッシーはどうでしょう。聞いていきましょう。じゃあ場所交代。ですが、こちらもまあ追っかけてるんですね、ハッピースター。途中の合いの手みたいなのはおほほって言ってるのかな。はい、こちらもちょっと独特な感じで、2人のこれからがすごく楽しみになるような音声でした。秘密のここたまにはいなかったタイプのキャラクターなのですごくいいんじゃないかなと思います。こちらもこれからずっと楽しく活躍してくれるといいですね。はい、ここでココタマクイズ。今日はかくれんぼ、ツーミーキーを探してね。答えはラストに。はい、ということで今回はひらけココタマの宝石箱のココタマショップとタキシードの神様タキシー&ドレスの神様ドレッシー、こちらを紹介しました。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。待て、ハッピースター。はい、では答え合わせ。一番難しかったのは2かな。2は実はここにいました。お団子見えてたかな。ミーはここにいました。水色と同化して分かりづらかったかな。キーはこちらベビーチャーの陰に隠れていました。はい、最後まで見てくれてどうもありがとう。またねー。